まりましたカズランド、ウェストランリーカー、ウェストランリーカー、ウェストランリーカー、センキューどうもありがとう、イエーイ、シャーイ、カズです。今回もあの企画やってまいりました、シネマでトーク。この企画はね、僕の好きな映画を紹介するという企画でございまして、前回は、ギャング映画をご紹介させていただいたということなんですけれども、今回はなんとまたまたギャング映画、イエーさっさらえい。それでは早速紹介させていただきたいと思います。今回ご紹介する映画はこちら、ダン、はい、カリートの道、はい、カリートズウェイでございますね。はい、こちらは、1993年に、アメリカで公開されたギャング映画でございます。主演はね、僕の大好きなアルパチーノ、そして、監督はブライアン・デパルマというこのタッグでお送りする作品でございますけれども、この2人はね、この10年前、1983年にも、スカーフェイスで、タッグを組んでた2人でございます。はい、アルパチーノの作品は、もう数々僕は見てきたんですけれども、やはりね、ゴッドファーザー、ゴッドファーザーの方でね、アルパチーノのね、なんと言いますか、色気を感じて、そしてスカーフェイスの方でね、アルパチーノのその野生的な部分を、感じて、そしてこちらのこのカリートの道で僕は、アルパチーノの哀愁を感じたという、はい、すごい僕の思い出のある名作でございますけれどもね、意外とねカリートを知らないという人も、ちょくちょくいてるんですよ。だから隠れた名作なのかもしれないんですけれども、まあ言わずもがな不朽の名作でございます。はい、ストーリーの方はですね、ちょっとこちら DVD の裏に書いてあるんで、こちらをちょっとね、先に読ませていただきたいと思いますけれども、投獄されていた麻薬王カリート・ブリガンテ、これアルパチーノです、はい、は親友である弁護士デイビッド、こちら演じるのがショーン・ペーンでございますね、はい、の、力を借りて出所、獄中で5年間過ごした彼にはヤクザな世界から足を洗い、バハマのパラダイス島でレンタカー店を営むという計画があった。引退を決め、かつての町に戻ったカリートだったが、初日から銃撃戦に巻き込まれ、夢の実現に必要な資金を得るため、投資したナイトクラブでも次々トラブルに見舞われる。それでも計画に向かって動き出したカリートは、一方で5年前に別れた恋人ゲイルのことを思い続けていた。忘れられへん恋やったんですね。はい。誰も信用できない汚れ切った街と逃れられない宿命に逆らっていくカリートに、楽園への脱出の道は開けるのかという、まあ説明書きでございますけれどもね、はい、まあそのまんまなんで、もう俺が何を説明すんねんっていうところでもあるんですけれども、まあ見どころをねざっくり、紹介させていただきますと、まずはね、この映画のオープニング、まあ、ここでもうグッと、引き込まれるんですけれども、まずアルパチーノ演じるカリートが、駅のホームでね、担架で運ばれるとこから始まるんです。もともとね、その投獄されてるんですよ、このカリートっていう人は。まあ実際であれば、何十年という刑やったのを、その検察側が、なんていうんですか、違法捜査かなんか盗聴かなんかしてたのをが発覚するんです。それを見つけるのがこの親友のショーン・ペーンがやってる弁護士の役のやつが、見つけて、カリートが5年で、出所できるということで、すごい恩を感じるわけですよ、このショーン・ペーン演じる弁護士のやつに。ジャンルで言うと悪い方の弁護士なんですよ。カリートが捕まった時らへんはまだペーペーの弁護士やったんですけれども、マフィアとかギャングとかの専属の弁護士で、マネーロンダリング言うんですか、資金洗浄をやったりとかして、
もうその手の弁護士の中ではナンバーワンと言われている札付きの、まあ、悪なわけです、はい、それがねまたこのショーン・ペンが、演技しとるんですわ、まあ、ちょっと話逸れましたけれども、それで出所してきた、カリード・ブリガンテなんですけど、出てきて、まあ、地元に行くわけですよ、まあ、地元はその、まあ、ニューヨークのアッパーマンハッタンっていうんですか、ハーレム地区ですね、うん、の中の、イーストハーレム、俗に言うスパニッシュハーレムですね。で麻薬王キングって呼ばれてて、その若い当時は100人ぐらいの手下がおったっていう話なんですけども、まあ帰ってきたらね、地元をバーって帰ってきて歩いてたらバー寄ってくるんですよ。オーカリートブルガンテー言って、ブワーって昔の仲間とかが寄ってきてね、まあもう英雄扱いですよ。帰ってきたかー言うて、で次は誰としのぎやんねんって言うてるところで、もう俺はやめるんや、やめんねん。スカーフェイスとかグッドフェローズとかそういうギャング映画は結構見てんねんっていう、そのギャル、若いギャルの子にこの映画おすすめしたんですよ。これむっちゃ面白かった言うてたんで、はい、若い人でも絶対楽しめる作品やと思うんで、ぜひ見ていただきたい。まあ伝わったか伝わらんかったかは分かんないですけれども、 iTunes ストアとかの方に あったんで、気になった方はぜひレンタルしてみてください。いやー、映画って本当素晴らしいですね。